けコッティ。あったあった、イエイコッティです。はい、皆様こんにちは。本日は一体何をするのかと言いますと、こちらのレッドレールの照り焼きシリーズが増えてたの種類。うちね、無人島に行ったら何を持っていきますかって言われたらね、照り焼きマック、本当にそれぐらい大好きなの。うちのね、過去のマクドを頼んでる動画とか、いろんな方とコラボしてる時って大体うちマクドを食べさせられてるんだけど、そのコラボしてる新高とかウキちゃんのチャンネルでうちマクド食べてることが多いんだけど、大体ね、照り焼きしか食べてないの。概要欄からうち貼っとくから見に行ってみて。そのね、照り焼きシリーズが新しくなんか4種類出て、私が今回頼んだのは旨辛チーズ照り焼き。絶対美味しいやん。だって辛いんでしょ、うち辛いの大好きだよ。うち韓国にちょっとだけ住んでた時があって、韓国の K-POP の練習生をちょっとだけしてた時期があって、約1年ぐらいなんだけど、その間に韓国料理しか食べないじゃん。朝昼晩もう激辛なの。まあ得意だけど、そのレベルじゃないレベルで辛いのよね、向こうのご飯って。顔の3分の2は唇なんじゃないかなと思うぐらい唇が本当に腫れ上がってて、なんか最悪、ポテトに松茸入った、ちょっと待って。ということで今日は旨辛チーズ照り焼きを食べていこうと思います。その前に矯正を外したいと思います。チャンネル登録してね。本当にさ、これいつまでやるんやろね、矯正って。今5年ぐらい矯正してるんだけれども、終わりが見えない。外れました。ということで、マクドといえばコーラ。チアーズ。決まったぜ。それとね、今日はマクドを食べながら別れた後のヤバすぎたライン、こちらを皆様とお話ししていこうと思います。ちななんかどういう感じでみんなは別れる？うちは別れた時にその後の交流とかはなしかな。食べながら喋れない。ちょっと食べていい？うわ、めっちゃ美味しそう。じゃあいただきます。うん、うん、辛くない、美味しい。うん、辛い。辛いわこれ。うわ、美味しい、ありがとう。なんかね、ハラペーニョって感じ。強制にハンバーガー詰まった。最悪。無理だわ、後でガムかも。うちさ、なんか強制に詰まった食べ物とかをガムで取る癖があってこれをさ、友達に言ったらガチでドン引きされて、ガムだってさ、ガム噛むじゃん。そしたら取れるじゃん、ガムの粘着で。でガムにまとわりついて、それを噛んで捨てればいいわけじゃないのってうちは思ってるの。でも一般的な考えをしてる人たちからすれば、そのガムにつく食品をそのままネチネチ噛み続けるのはちょっと気持ち悪くはないですかっていう話らしいんですね。うち全然それ OK なの。なんか潔癖っていうか、なんかそういういちいち細かいとこは気にしちゃうタイプなんだけど、あそこは気にしないんだみたいな。ちょっとゲップ出る。もうね、よく言われる。何が気になって何が気にならないのかがわからないみたいなのよく言われて、まあ、今までの彼氏とかもそうよ。で、わからないらしいの。うちのなんか沸点っていうの、基本的にうち沸点低いのね。すぐプチンって切れるから、すぐに怒鳴っちゃうの。怒鳴っちゃうっていう言い方は良くないね。すぐにヒステリックを起こす。あ、それも良くないね。すぐに殴る。あ、ごめんなさい。なんかこれ言っちゃダメかもしれない。今までに過去に彼氏を何回か、あ、ちょっと違うね。これダメだね。これ言い切っちゃダメな気がする。一回ね、その元彼が仕事行ってた時にね、部屋を掃除してあげようと思ったのね。でそしたら財布を忘れてたので、その財布を見たのよね。じゃあ地上焼肉みたいな地上焼肉っていう割引券が入ってたの。本当に焼肉屋さんみたいなカードしてるんだけど、名前が地上焼肉なの。それをうちが気づいてしまって、絶対これ風俗やんと思って、それで問い詰めたわけ。そしたらね、先輩がどうのこうのとか言って、なんかそういうの別に聞きたくなくって、もうなんか素直にごめんねって一言言えばいい話なのに、先輩が行こうって言ったから俺は別に行きたくなかったんだけど、まず私の気分を害してる上でごめんなさいでしょって思わない。一言もごめんねっていう言葉を聞かなくって、それで私怒って、
車に乗ってたの、その時一緒に。うち運転席にいるのね。目の前に、ちょっとそこに立ってみたいな言って、なんでみたいな。まあいいけど、って言って。彼氏が立った瞬間に、アクセルを全開で、ブワーン。ごめんなさい、やばいよね。ニュートって言って、ブーンってアクセル踏んだら、音はブーンって出るんだけど、進みはしないの。進まないやつにして、思いっきりアクセル踏んだの。そしたらもう彼氏、びっちゃびっくりして、それを見て大爆笑してたの。その時の精神状態は本当にヤバかった。今思ったら本当にヤバいよ。けどその時のうちからしたら、そこまでしてやらないと気が済まなかったの、きっと。気づかないけど痛い目にあってほしいなみたいな、生死をさまよってほしかったの。それでカフンがおうち。じゃあ、あんたたちのエピソードも別れた後の元彼のヤバいライン、こちら読み上げていこうと思います。血のような赤い字でクソ野郎と書いた手紙が、ごめんなさい漢字が読めない、吐き出して家のドアに貼られてた。怖っ。でもクソ野郎だけで考えて、ちょっと可愛いね、その文字選び。赤い字は確かに怖いけど、お前を許さねえとかだったらさ、ギクリンチョって感じだけれどもさ、なんかクソ野郎ってさ可愛くない。音信不通、ブロックされた後にこの LINE が来ました。〇〇は誰よりも輝いて幸せな人生絶対送ってね、俺は心から願ってるから。大嘘つきですこいつ。だってさ、音信不通でブロックされた後にこれだけわざわざ送ってきたってことでしょ。なんかすっごい言いたかったのかな、これを。ブロックしちゃったけど、やっぱあれだけどうしても言いたいみたいな。辛い、俺は心が苦しい、あれだけ言うわみたいな。バカだね。〇〇のこと忘れられん、今の彼女じゃ物足りないけん愛し合わん。キモい。今の彼女じゃなんか物足りないから、なんか過去の女に戻るっていう男性、どういう神経してんの。新しいものに目がなんかくらんでしまうとかそういうのはあるけど、そこでさ理性を抑えられない男ってなんか滑稽だなってうち思うのね。チンポ振り回してるみたいな感じでさ、なんでその先のこととかを深く考えられないんだろうって思うの。こうやって送ってくる男ほんとね、将来性がなさすぎる。でも結婚してもね、そんなことするよきっと。だからね、ダメ。別れたけどさ、デートしやん。待って、今別れてくる、待ってて。え、ごめん、やめて。うちのエピソード書くために体張らなくていいから。もっと好きになったって言われた。離れたらなんか好きっていう気持ちが増すっていう、まあ、それはなんか100歩譲って分かるんだけど、バカのやる行動すぎない？くだらない。プレゼントしたものこと細かに請求された。いるね。うちは消され経験ないんだけど、よく聞く、うちの周りの友達とかでも、なんかうちさ、お金に余裕がある人ってなんか全ての人生に余裕があると思えるんだよね。多分きっとこの彼はお金にも余裕がないし、心も狭くなっちゃうし、そういうかわいそうな哀れな人間だと思って、本当は出したくないよ。受け取れや。バーンって投げ捨てるかな、うちだったら。うちな、実際やった人、うち見たことあるんだけど、チームコティの編集メンバーの一人がペチャバイヤから別れようって言われた。ペチャバイだったら振られる原因になるの。悲しい。はぁ、ふざけんな。じゃあお前はさ、チンコも大きくなれよって話じゃない。なんかさ、今このエピソードをさ探してる、あれ見てるんだけど、うちが別れたってみんななんか思ってるコメントが結構多くて、なんで別れたのとか、大丈夫、励ましのコメントがめっちゃいるあるんだけど、うちが別れたのではないです、ごめんなさい。なんだろう、なんかさよく聞かれるんだけど、彼氏と順調って聞かれるんだけど、付き合った瞬間から何も変わってないのに、うちらの関係って。強いて言うならば、なんかこの前喧嘩した時にうちが包丁を向けてしまって、なんかそれをずっと根に持たれてるみたいな。ああ俺に包丁向けてきたしなって断ることに言ってくるの、もう鬱陶しい。それ本当に別れてないです、仲はいいですよ。はい、ということで、みんなたくさんの恋愛をこれからもしていこうね。なんかさ、何だったっけ、ありがとうね今までっていうのをさ、新高とケッケで教えてもらったから、ありがとうね今までって、それをチキピに言ったら、えどっか行くの。そんな真剣に答えんな。はい、ということで、今日も動画見てくれてありがとう。次の動画も見てね。高評価、チャンネル登録、コメント、マンジュのコメントもお願いします。サブチャンネルも週2で投稿してるヌクハムチャンネルの登録もお願いします。ラジオも絶賛リリース中なので聞いてみてね。じゃあねー。彼氏に拉致監禁されました。1,2,3,4,5,6,7,8 Yeah.